こんなところで声がめぼれてたよ。大変。いや、そうですよね。大変ないかな。父さん大変でしょう。朝ごはんは今日はイチゴとシャインマスカットとあと飲むヨーグルトをいただきました。そうですね。私は乾燥肌なので、すごく保湿にはすごいこだわってたりとか。あと日焼け止めは絶対に塗っています。クレンジングには結構時間をかけてますね。その毎日お化粧してない時でもミルククレンジングとかぬるま湯でしっかり毛穴の汚れまで落ちるようにくるくるって優しくマッサージしてあげて洗顔するようにしてます。むしろいっぺんに今日はこのバッグに合わせてリゾート風のワンピースを選びました。はい、ではお願いします。はい、ではまず私の今日のバッグは初めてこういう撮影をさせていただいたのでちょっと緊張したのでしどろもどろになってしまったかもしれないんですがぜひ楽しんでいただければなと思います。はい、はい、いいですね。はい耳と可愛いね。すごい。はい。で、体を育む腸活弁当。脳が喜ぶって書いてあるこれ。脳が天才を。これは鶏の唐揚げみたいな。美味しそう。いただきます。お好きな食べ物。はい。お肉が好きです。やっぱりこう体力を使うせいか結構ね舞台の前に。お肉食べていく時もありますし、でも楽屋に入っちゃうとねなかなか食べる機会がないので小さいおにぎりを持って楽屋に行ってました。なんかツヤのあるチークいいよね。はい。白い衣装なので、ちょっとコーラル系のチークでツヤを出しながら。ピンクだとまんまになっちゃったね、うん、さっきとイメージが変わって、変わったね、うん、でやっぱりこういう頭もちょっと緩い感じでシンプルにまとめた方が、このドレスこのワンピースに合うよね。かわいい。かわいいね。ありがとうございます、すごい素敵。さっきとは変わって白いワンピースです。この切り替えが可愛くてゴールドのアクセサリーがお気に入りです。緑のパンプスも可愛くて、はい、こんな感じです。お願いします。じゃあよろしければ。はい、はい、こんにちは、君島十和子です。君島ゆうきです。ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、なんか質問ドキドキしてね、なんか改めてこうやって聞いたこともないし。ね、聞くこともないからね。そうね。でも新鮮なお答えでしたし、はい、楽しかったですね。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。素敵。ありがとうございます。りました。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。